君の瞳、僕はずっと君を守っていく。これからもずっとそばにいて、愛を送りたいから。いらねえよ。俺が歌うから。俺が歌っちゃうから。ああ。相変わらずなめっこい。おい、ゼミに、そういう表現俺大好きなんだよ。あのね、俺好きなんだよね。関東人だからそういうの好きなの。うん。なんか、べったりしてんなとかね。ああ。めっこいで来たか。北関東じゃねえのかよ、ダメっこいとか言うの。ああ、あれな、本当によ。ほらな、正解だったじゃねえかよ。な、ビンゴだよ。北関東だ、やっぱり。ダメっこいとか言うの。だって俺の別れた女房め、あれだもん。ひたちなか市だもん。元勝田だから。ああ。即割れでした。ああ。そうよ。もう今合併して勝田市はなくなったけどな。駅だけあるけど。ああ。そう。いや、もう勝田市じゃなくなったんで合併してっから。ああ。もうよ、そういうの、表現の仕方が、なんかどっか、ああ、これ絶対北関東乗りだわ、みたいな。うん。なんかちょっと、関西では聞かない、描写だよね。うん。懐かしいな。いや、若返ったんじゃなくて、ただウィッグ被ってるだけの話だろ。ああ。だから、ベースはいいんだよって、ちゃんまんは。フェイスはな。ただの、歯抜けのハゲが残念ポイントなんだ。わかる？なめっこい浜松では使えませんね。そうだろ？あれ、北関東では使うんだから。うん。なんだっけ？茨城だか、栃木だかの、お笑い芸人とかが使いそうだろ？なめっこいこと言ってんじゃねえべさとか言って。お笑い芸人二人組、なんつったっけあいつら、超なまってるやつ、名前出てこねえ。俺ゲお笑いそんな好きじゃねえから見ねえからわかんねえけど、あたまにこいつら、あこいつらか、なまりを使ってんのはみたいな。ああ。行くべとか行くべさとか。あ、U字工事。うん。うん。そうそう。ああいう喋り方だよ。俺の喋り方も。意外と。おめえ何言ってんだみたいな。うん。たらこと言ってっから東京もんにバカにされんだで。ああ、うなさん、ひたちなか市知ってるなんて嬉しい。ありがとうございます。
地名知ってるだけで花火上がっちゃったよ。フラットマンの花火決まった。あざす。白バイ大会やるところだろ。白バイ大会はさすがに知らねえけど、夏は、とにかく張り込みだよ。うん。群馬の、田舎もんヤンキーが、退去して大洗海岸に集中するから。埼玉、群馬の、パータロー やバカどもが、六国ぎゅうぎゅうだから。なあ、なんだろう。暴走族多そうだな。ああ、今は減ったんじゃない？ああ、四季と披露宴は6月なんですが、ギャラ払って、ちゃんまに一曲歌ってもらうとか言ったら、嫁さんに真顔でそれはちょっとって言われました。愛を送りたいから、俺は、上げん。Hello, together. ウラットマのナムル。決まった。あざーす。さらに追加ねばの決めてあれ。ね。何？昼枠の方がみんななんかのんきにコメント打つよね。いやまあ夜枠もそのベストタイムは俺絶対やらないからさ、基本的には8、9、10とかは俺やらないでしょ、避けるでしょ、その時間は。そうだろ、そう言われてみればそうだよなってみんな思わない？8時、9時、10時ってちゃんもやらねえよなみたいな。変な時間にしかやんねえよな。それは分かって意識的にやってんそれしてんの。うん。その時間も見たいけどね。ダメだって言っちゃうよ。その時間に俺が開けると、めんどくさい現象が起こるのはもう分かってんだって。ああ、俺はね。赤井田いらっしゃい。いつもありがとう。知ってる？俺にさ、サポートするとさ、ほら、こうやって俺の赤井田は、ああ、分かんねえか。こう、ハンドルネームの下に、何位とか出るんだよ。うん。破壊だ9位。うん。
リースケいらっしゃい。うん。高井田9位だよ、今。俺の総リスナーの中で。10位ぐらいまで表示されんだよ。うん。これ匿名で投げてても、すごい機械って何が？俺なんか別にすごい機械なんかどこにもないよ。ほら。そんなの。こんなのの、こんなのだから。うん。ツルと金含め太鼓。何が明太子なんだか分かんないけど、コメント量も関係ありますね。ああ、いつからか宇津木は5位だよ。ああコメント量も関係あるんだ。まあよくわかんないけどな。俺は、その何が関係してんのかは、俺には、その、意味はわかんないけどね。二日酔いを治すいい方法を教えてもらえませんか？教えてやろうか、一発で治る方法。な、黙ってもう一回飲め。黙ってもう一回飲めば治るから、一発一撃だから。ああ。ああ。アセトアルデヒドが出なくなれば二日酔いなくなるから。ああ。あった？ね。勇気がいるよね。知らねえよ、お前。大体よ、勇気が いるよね、もう、何もねえだろって、二日酔いになるまで飲んだ時点でもう勇気があるだろうがよ。言っとけよ、おめえよ、みたいな。ベロンコやったんだろっていうの。なあ、治るよ。一撃だぜ。俺二日酔いになった時、これ、焼酎、1対1ぐらいで1杯飲んだらもう治ってる、ほぼ。だりなって思ったけど、シャッキーンってなるよ。うん、正直。うん、これはもう医学的に証明されてるからね。あとは、てめえの感動がどのぐらい耐えれるかの話だけど。うん。飲んでみやす。でもあんまり毎回毎回やってっとダメだよ。うん。たまに抜かねえと。うん。もう、しじみとか言ってるやつは情弱パータローだから。てめえは通販でしじみエキスとか飲んでろよ。あんなもん効かねえから。え？やら、聞かねえんだよ、しじみエキスなんか。サプリメントのか。ああ、俺休肝日基本今取ってない。おう、若い時から。おめえよ、ジェイ、ここにいる古株は俺の飲む量の半端ねえのを知ってるがんな、このおじさん。マジで。バカなんじゃねえかなっていうぐらい。あと、リアルで俺と一緒に飲んでるリスナーもいるけど、めちゃくちゃ濃いの。なんでこのおじさんこんなハイペースで